たインスタ映えポイントを作ってる。うわ、今の危なかったんじゃない？巻き戻しして見てる人いるでしょ。分かってんだからな、50円助けていく。おい、花火、こんな感じに花火が上がるんですね。家とあっちだ。で、今回爆竹もね、このイベント中は復活するか。でも花火よりもなん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 、あいやー、あいや
回は新サバイバージビオファンセットやっていきましょう。いやはダンスですね。マップはクラウンドマップ。クロちゃんだけ、クロちゃんとじゃあ一緒に注意していきますか。で今回もパークの説明をしながら遊んでいきたいと思います。こっちにあるぞ。はい、リペア開始。馬がいる。あの馬って何なんだ、ゾンビなの。あ、来てる。あ、クロちゃん見つかった。あ、馬と、馬と引きずる。クロちゃんが暴れてますね。上に届きに引いていきます。こちらで行くよ。シーキョウ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 勝者、一緒に殺されているサバイバーに、サバイバーのリアクションの速度が低下するとナイキューブセンバー。で、今回パークの説明もしていきたいと思います。まず6時の放送から1コート1コートを3個持った状態で試合がスタート。パークがね、立ち位置に自分のオーラが見られる可能性があるときに発動し、トークを1つ取り入れます。でパーク発動中6秒間自分のオーラがうまくなった立ち位置から見えなくなるようになりますね。例えば、まあ、バーベキュー&チリとかナースコールとか、まあ、あといろいろあると思うんだけど、そういうのを自分が立ち位置に見られてしまうっていうのを無効化してくれるので結構使えるパークだと思います。出ていく。もう一個つけていこう。で隣にあるのが時計マンですね。ブレイクダウン。あなたがフックから脱出するか救出されると、そのフックは破壊されて立ち位置のオーラが、ネアジャックの人は立ち位置のオーラが4秒間見えるようになります。で今回持ってきてないんですけども、アフターケア、自分がフックから救助した、もしくは自分をフックから救助した生存者、または自分が治療を完了した、もしくは自分の治療を完了した生存者を、お互いのオーラを無制限で、距離無制限で見えるようになります。で俺のパークレベル1なので、最大1人分のオーラが見えるようになりますね。残り3つ。パーク3まで上げると最大3人分見ることができます。ただフックに潰されると効果が全て失われるんですね。足跡を辿って俺の方に来ている。あっち行ったらリペア。はい、リペア開始。まあ、アフターケアはボンドパークの距離がないバージョンみたいな感じですね。で、今回俺持ってきたのがセルフケア。通常の 50% の速さで自己治療ができるようになります。また自己治療の回復率が15% を増やしますね。それだとで、4つ目が全力疾走。通常の 50% ということで最大3秒間全力疾走することができます。50秒間の疲労を経ってますね。クロちゃんが来た。まずクロちゃん倒れた。で、まあデブ固有のパークあるんですけども、どのパークと組み合わせたらいいかっていうのももちろん相性があって、うちに来たら降りよう。入れ替わりじゃ OK。待ってろ。何やってねえかな。ドワイプ。待て、また来る。しっかり様子を見て。いけるいける。えい。救急所で点滅。あ、こっち来そうだな。俺に来ている。いいよ。俺に来るなら投げたりしよう。救急所で500円追加。で、例えば、ディストーション。まあ、立ち位置から、うまい具合に、オーラが見えなくする、
結構ステルスに使えるパンクなので、例えば都会の逃走術とかね、しゃがんだ状態に移動速度が 100% 上昇する都会の逃走術とか、あと前回パート302で紹介したのかな、魂の平穏とかね、悲鳴声は全部我慢したりするステルス特化パークとセットでやっていくと効果が最大に引き出されるかもしれないですね。で、もう一つ多分でブレイクダウン、これはね、こうフックを壊すことができるので、まあ、フックを妨害するパークと合わせるといいですね。例えばボイルオーバーとか、サバイバーのこう担がれた時に、あ、なんちゃこんにちは、またあったね、どうも、めっちゃ不思議するじゃん、こんにちは、めっちゃするじゃん、めちゃくちゃするじゃん、ちょっと時間見て、こっちよ。ちょっとやめたって、もう来ねえだろって思わせておいて。めちゃくちゃドリームサバイバイルだ。好きだね。来た来た来たぞ。無人じゃねえぞこれは。めちゃくちゃドリームだ。よし、ペアちゃんに気を取られるか、ナイスオッケー、よいしょ、OK、あ、ガチめっちゃ落ちる、ゴーダゴーダやばい、なんか、いつだっけな、ネアちゃんってさ、あの、ノリのいい外国人がやった回、あの、忘れたな、あの時もネアちゃんじゃなかったかな、やばいだろ、ネアちゃんめちゃくちゃじゃん、うわまずいね、あの時もね、ネアちゃん乗りないに面白いスマイルじゃなくて、ネアちゃんの面白いことも壊していきたいな、パークの説明書がどっちだったか、ボイルオーバー、確認、ボイルオーバーもね、結構このブレイクダウンと相性がいい、うわこういった持ってったりとかしてたね、なんかターゲットリアやるぞオッケーオッケーオッケー、